カンフレット広島の荒木隼人です。今から皆さんに宿題を出します。普段やっているお家でもできるトレーニングを紹介したいと思います。相撲の思考を取り入れたトレーニングを紹介します。まず足を肩幅よりも結構大きめに開きます。そしてそこから腰を落とします。その時に骨盤が中に行くように意識をしてください。それができたら前に5歩、後ろに5歩行くんですけども、まずかかとから入るようにお願いします。5歩行ったら次後ろ、以上です。皆さんもやってみてください。